皆さんこんにちは。昨年はこの、パフォーミングがなかったんですよね。で、私どもは、8月から昨年の8月から、今日までここの、芸奏センターでずっと稽古してきました。まあかなり人数少ないこともありましたけど頑張ってきました。それで今日は、まあ、限られた時間と限られたスペースでありますので、私の道場には本当の踊りは特に、踊りの楽器もですけど本当の指導者のトップクラスは出ておりません。こういう場所で習い上げの人たちあるいは中間による人たちが皆さんの前で披露することによって実力をつけるということを目指しておりますので、今までずっと踊ってきたあるいは楽器弾いてきたそういうトップの人たちは横で監督しておるという今日はそんな立場でありますけど、その辺をまた少し加味してやってください。踊りは最初言われた通り男踊り、かかし踊りから入ります。かかし踊り終わりますと八尾の四季踊りのうちから、秋と冬の歌に合わせて踊ります。で、夫婦踊りも今日は、歌一本だけ踊ります。今日の歌は、思い思われ流して歩きゃ、彼氏と彼女のたまに思われ流し踊りです。思い思われ流して歩きゃ210日の盆の月という歌詞を歌います。でそれを終わりますと全員で、大正の初めにできた踊り素踊りという踊りほとんど所作のない素踊りを踊ります。もしよろしかったら入ろうと思われる方は、素踊りで大踊りになりましたら、一緒に、入るわけにはいけませんかしらけど下で輪になって踊ってもらっても結構です。それではよろしくお願いします。Oh,
¡Gracias!
Oh!
はい、はい、どうにあります能楽堂、富山能楽堂で能舞台で、毎年2回商談試験をしております。商談試験です。会員の、技術向上のためにで、さすがに昨年の 前期はありませんでした、ね、みんな公共施設が使えなかったものですから、で昨年は後期で、今年も前期と今後期が11月20日日曜、土曜日です。土曜日富山能楽堂で、商談試験を行います。もう本当に能舞台で笑いを取るっていうのは、踊る人も歌う人も楽器もですけど、本当にもう心臓から全部震えそうで大変なところを、公開で、見学無料でのなたでも、解放して見ていただいております。ぜひまたお運びください。今日はありがとうございました。